はい、ごきげんよう。こちらはどちらだ？レストラン十字路っていうところの松本インターから近いところかな。松本インターから近いのか。そうじゃそうじゃ。なんか通りかかったら手作りお弁当ってやつあったから。そうなのか。ちょっと持ってきてみよう。ちょっと行ってみましょう。はい、では参りましょう。はい、買ってまいりましたな。すごい美味しそうだな、これ。ボリュームたっぷりじゃー。温かい。まだな、家帰ってからゆっくり説明したそうな。はい、では参りましょう。じゃじゃん、買ってまいりました。はい、行ってまいりました。これな、持ち帰ってきたんだけど、すごい重みがすごいんじゃ。大きいな。ちょっと出してみよう。これが特か。これわらわじゃ。じゃ、重っ、重っ。ハンバーグ、ハンバーグミートソース。ミートソースか。わしな、おー、すごい。おー、カツカレーじゃ。重い重い。重い重い。あ、わらわの方が重い。あ、そうなのか。もう、持ってみてください。おこれ重いよ、これ重いよ。重量がすごい。じゃ、いつものように手は拭いてまいりましょうぞ。丸めてしまう。丸めてしまう。丸めてしまう。特別でござるぞ。そうです。じゃあ開けてまいろうな。はい、あ、これなんか止まっておるな。綺麗な金キラ金の銀キラ金の。あ、ちゃんとわらわたちに合わせて市松模様にしてくださったろ。本当だな、市松模様だな。市松模様見えるかこれ。マスキングテープ。よし、せーの、でんでで。じゃーん。じゃーん。湯気がする。いい匂いがする。あ、そっちからもいい匂いする。これな、カレー溢れるからあんまり傾けられない。あ、そうか。わらわのな、これ。カツ、あ、カツが、カツしか映っておらん。そうじゃない、横に、横に映した方がいいな。うん。おー。わらわこれ、後ろにサラダがあって、うん、で、ハンバーグ、ナッポ、ミートソースじゃから、うん、下にパスタが入っておる。そうだな。じゃ、また、スフォークついておったんだけど、とのこれじゃすくえもんな。そうだな、こっちだな、わしこっちだな。わらわわは、フォーク。わらわはフォーク。スフォークじゃないぞ。なんじゃったっけ？コプーンだぞ。本当は先割れスプーンとか言うのね。あ、そうなんだよ、うん。さあ、では、いただきまずる。どっちから行く？あ、トノ良いぞ。私からいいか。うんうん、さっきの持ち上げ取っておったら、トクがカレーにガシャンしてしまったの、カツ。じゃあ映ったら面白いな。ちょっとカレーと、うん、まずカレーをいただくな。うんうん、さっきね。先に、先に。どうしよう。先に。うまい。うまい。そうか。やっぱ最近カレー、カレー来てる。カレーうまい。カレーな。カレードレッシングのやつじゃん。どうじゃどうじゃ。うん。カツも銀じゃ。うん。それはよいな。うん。ほらは一生懸命ドレッシングの。あれをかけておるぞ。じゃあわらわも食してよいか。そうだな。じゃあミートソース食すな。うん、ミートソースパスタいただきまする。おー、ミートソースの。あ、ブーム、ブーム。ミートソースと。ミートソーススパゲッティと。ハンバーグ。ハンバーグ、ハンバーグも食す。あー、なんかこの手作り感がある、うん、すごいミートソースが。甘みもあり、いい。ハンバーグうん、ブーム。きっと店で食したら肉汁がジューンって出てくるやつだぞ。あー、そうかもな。うん、手ごねハンバーグな感じするぞ。いや、これ結構ボリュームあるぞ、これ。すごい、ね、あるよね。これでいくらじゃったっけ。わしが810円だな、ロクが850円かな、うん、安いな。安い、安い、うん、うまく負けないんだけど食べ方がわからんな。やはりわらわたちは箸があった方が良い。スフォークのな、うん、フォークの部分の使い方が分かんないな。これ、あ、これな、フォークもな、うまく負けないんじゃけど。これしか負けないんじゃぞ、わらわ。ほらほら、見て見て、見るのじゃん。待ってしまったな。お互いに箸がいいな、箸を持ってこよう。箸、箸をな、うん、今日は、うん、本日はトマトの赤に合わせて赤いやつな。私、緑がないから緑にした。そうか。じゃあ、キュウリあげたって言ってね。キュウリもなんか、いや、埋まってしまった、本当に。使ってしまった。救出じゃない、救出。あ、でもうまそうだな、カレーに使った。じゃあ、サラダもいただくな。うん。あ、すごいこれ。これ、ドレッシング合う。ちょっと酸味。これ、箸は箸で必要だけど、スプーンはいるな。まあ、そうだよな。スプーンの場合はそうだよな。
このフォークとても使いにくいんじゃけど、うん、箸で食べるわけにはいかないか。フォーク変えるか。フォークを変えた方が良い。食べ慣れたやつに変えようか。フォークを変えまずる、うん、髪の毛フォーク髪の毛分なんじゃけど本日は赤縛り、はい、赤いフォーク持ってきた。さてこれでがっつり食せるやんし。ハンバーグとミートソースを一緒に食べまする。あ、負ける負ける。あ、よいよい、うん、あ、ビミビミどういうことなの。一緒に食すとだいぶビミ。やはり食べ方が難しいな。うん、うん、あ、またな、わらわのほうがマッシュルーム入ってる。あ、そうなのか。うん、ミートソースだからな。交代して食してみる。ちょっと今日は、カツの代償が大きいな。確かに、カツの代償大きいよな。そうなると、この端っこか。この端っこは、脂身ではないか、うん、確認しないと。大丈夫。確認しないと。脂身じゃちょっと大変じゃぞ。肉か、ちゃんと肉か。肉だな。あ、うん、大丈夫そうじゃん。じゃあ、トントンはどうしたらよい。もし適当にハンバーグ、代償が大きくない程度にもらう。帰ってきたらハンバーグ何もなくなってたらどうしようとかな。これポチャンした方が良いのかな。食してるのかな。じゃあわしも、うん、あ、トクどうする。先行く。食べようか。うん、負けそうじゃったらそっちでも良いぞ。負けた。うん、よし、勝つけどな。勝つ勝つ。いただきます。勝つ。どうじゃ。ミートソースも、うん、あ、ビンビン、ビンビじゃら。本当だな、手作り感がすごい。うんうん、わらはこれつけておく。つけてよい。カレーに入ってさ、美味しい。何だそれ。なんか、気がおかしいよね。比率で言うとこんなもんかな。あ、そうじゃない、そうじゃない。こんなもんだよ、うん、ハンバーグ。ん、いいのかわしたの。うん、ハンバーグいただくな。待って、オレンジ。うまい。うまいじゃら。ハンバーグうまいな。あらは、うん、あらはもうちょっと一口じゃ大変じゃな。うん、いただきまする。大丈夫、脂身じゃなかった。あ、うん、ような、ような。うん。うん、ビミ、うまいだろう。これビミ、ちょっとご飯も、うん、こっちから食してるのかこれ。また真ん中だけ残してしまった。美味しい。美味しいだろう。美味しいこれ。もう一口いくぞ。うん、カレー、カレー。これ代償大きいからないかな。もうちょっと。もうちょっといいのか。ミートソースを食す。ミートソース。ミートソース。そうだよね。あ、良いけど良いけど。そのぐらいな。うん。カツってビミやな。これおすすめじゃな、ほんに。これはおすすめじゃ、楽しめるぞ。松本インターから近いからな、うん、手つかを止めるところもあるし。これはかけるのかな、本当は。どうやってかけるんじゃ。スプーンで、うん、スプーン、コプーンです。コプーン、スプーンってなんだろう。また新しいのね。あ、福神漬けもあったの。あ、カレーじゃもんな。うん、うん、おいしい。ただこちらも宅配の仕組みがもっとできてくればいいんだけどな。そうなんじゃ、ウーバーの位置がな、この前も話したんじゃけど来ないから。ウーバーの位置何しておるんじゃ。江戸勤めなのかな、ウーバーは。江戸勤めなのか、そうか。やっぱどんな食事も早いな。これうまい。うん、それ微味じゃったな。カツカツとカレーがすごい合うよな、それ。このカレーはいわゆるカレー。なんで言われるカレーって。ほら、マッサマンカレーとかさ、うん、バターチキンカレーとかあるやんか。うんうん、あ、一般的なやつだよな、おそらく。やっぱ香辛料とかから調合して。カレーってか、カツがだいぶ美味じゃないか、それ。カツもうまい、カレーもうまいじゃん。これ、カツっていうのは、とんかつのことなのか。チキンカツカレーっていうのが別にあるんだ、うんかな。750円そっちが安いよね。うん、やっぱ豚と鶏じゃと単価が違うんだよ、うん、鶏の方が安いんだ。うん、でな、これカツ弁当っていうのもあったんだよな。カツ弁当もあったのか。チキンカツ弁当か。ああ、とハンバーグ弁当っていうのもあったんだよね。どっちは多分カレーついておらんからな。うんうんうん。だけどとんかつはないのかな。とんかつ、あ、でもフォークカツってそのことか。あ、そうじゃった。フォークカツ弁当これなのかな。うん、うん、弁当じゃと多分な、いろいろついてる。いろいろ、あ、そうか。弁当の方が少し高いのか。だからね、うん、チラシもらってきたんだ、うん、ここにな、弁当の感じが載ってるんだけど、これ何弁当だろうな。なんだろうな。うん、けどまあご飯と、うん、野菜とかいろいろ入ってるかな。うん、あとピザもあるみたいじゃな。うん、あれか、カレーはもうすでに具沢山だから野菜いっぱい取れてるんだろうな。いろんな種類だ。
あ、そうか、カレーは弁当はないってことなんじゃない？カレーには弁当には入ってない、うん、うんうん、よし、あと一つで終わりだぞ、カツ。なんと、早くないか？うん、まいんじゃん。そうだよな。ちょっと特の代償も大きかったのかな。うまくないな。うん、カレーが余ってしまった。ご飯足すか。ご飯あったかな。あ、冷凍されておるやん。結構お腹いっぱいになってきたのに。だって、見た目的に多いもんな、これ。これもう、このルーで全部食べてしまおうかな。あ、そうか、うん。中に埋めたのか？埋めた。うん。福神漬けも。うん。入れて。あ、微妙そうじゃん。微妙の。うん。ハンバーグ、ミートソース、ジャン。うん。あ、一緒に食べなかったな、それは。うん。大将のことを考えてしまった。一緒に食べなかったなっていうか。奪われるのかと思ってもう一口いっちゃう今止まってしまったなんかやっぱりいつもよりも唇が鮮やかになってる気がするから、うん、なっておる、まあ、ちょっとだけ、うん、大々の紅に引いたんじゃけど、あ、そうなのか、嘘なんじゃ、そうか、料理、うん、食べながら引けるから紅にしたぞだけどはみ出す危険がたくさん潜んでおるから、うん、みんな気をつけねばならんぞ。そしてなかなか大々色のやつしかないやもしれん。あ、これ本人お腹いっぱいになってくるやもしれん。うん、きっちりだな、これ夜でもお腹いっぱいになるの、なるな、うん、いやでもこれもここまでだな、落ち着いたら食べに行ってみたいとこだな、うん、うまい、結構有名店じゃん、らしいな、うん、十字路殿、うん、本当に十字路のところにあるから十字路って使ってもらうの、そうやもしれな、うん、新村っていう信号のあたりだったかな、うん、インターからアイシティの方に向かっていく方だな、うん、山形村とか、うん、そう、あっちの方に向かう畑みたいなあたりか、うん、うん、なってしまうな、うん、それなかなか食べづらいんじゃ、どう知っておる、これな、うん、麻婆豆腐の時に痛感した、うん、はい、完食いたしました、早い、おいしゅう、おいしかった、ごちそうさまでした、うん、食べたそうにしておるよ、大丈夫じゃん、もうお腹いっぱいだ、見ておる、うん、キュウリあげるな、あ、そうか、キュウリくれるとちょっとありがとう、うん、ここで良い、うん、はい、ありがとう、特、うん、からキュウリをいただきました、うん、なんか前もこの下りあったよな、うん、キャベツがいっぱいくっついてる、うん、あ、うまい、キュウリ新鮮、キュウリ、うん、美味しいござりまする、うん、あと一口、うんうん、あれよく食べれたなって、結構ボリュームあっただろ、重かったもんな、うん、これより重かったぞ、でも結構食べたんじゃないかですよ、うん、見てたでやろ、代償を大きくしないように、うん、うん、見ておったけど、我はカツに夢中じゃったから、あ、そっか、うん、じゃあ食べたかもしれない、じゃあ食べたかもみんな見てくれてる、はい、大丈夫じゃん、うん、承認が多い、まあ、カットしてあるかもしれないけど編集でカットしてない、見てくれてたね、かわいそうに大丈夫なはずじゃん、うん、そうか、まだトマト残ってるけどね、メインが最後、うん、メインがトマトなのなんかトマトとともにみたいなイメージがあって、あ、そうかなと思ったんですけど、必ずやるのかこれから、なんとともにやらぬけど、うん、やらぬけど、別にハンバーグとともにでもよかったじゃない、けどなんかさっぱりさせる、あ、そう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 、わ かるじゃろ、だからキュウリを食べて分かった、うん、トマトは最後にってなるじゃろ、じゃあこれ最後じゃ、最後、うん、いただきます、食べたい、食べたい、大丈夫じゃ、もうお腹いっぱいだから大丈夫、うん、ちゃんとなんでそういうことしたがるの、なっちゃうのいつも口から見られるのちゃんと無事に入れれないよな、入れてるよ、入れれるよ、一番はめ出やすいよな、これ、あ、パスタ、うん、とかサラダとか、うんうん、サラダはみ出さないよ特だけじゃ、キャベツ、キャベツはみ出るはみ出ない、はみ出る、はみ出ないのすぐだけで、うん、トマトはさすがにはみ出んと思うから、あ、そうそう、言わせれたけどな、目大丈夫だったでな、うん、あ、目な、そうじゃな、そうじゃな、したぞ今日、うんうん、よかった、今回はな、うん、ようやく釣れた、ありがとう、この前一人で食べてたような気がしたもんな、うん、そうだな、うん、私ここで聞こうか、カモ大盛りみたいなよかったよかった、ありがとう、うん、待ってくれてるかわからないけど、お待たせいたし、待ってくれてるじゃんそうじゃそうじゃ、うん、
最後にございまする。一口いけるか。いけるよな。はみ出るよ、むしろ。いけるな。これ、うん、無理をしたな。ブシュッと、ブシュッと動かないで。なに？何言ってるの？大きすぎた。大きすぎた。なんで一口で食べたの？いけるって言うだから。僕の口に入るサイズじゃなかったと思う。よく入れたな、うん。入れた、入れた。うん、いいか？あー食べ終わったー、ごちそうさまでした。完食じゃー、ビンビンしちゃったのこれ。美味しかった、うん、はい、というわけで、うん、本日は松本インター近くのな十字路殿というな、うん、レストラン十字路殿行けまいりましたので、これだけたくさんありまする、うん、ありますのでな、これで7店舗目、うん、というわけでな、うん、これからどうしていこうかっていうので今いろいろ悩んでおるんだがな、うんうん、そろそろテイクアウトも危険とか言われる段階にもなってくるかもしれんしな、本当に宅配とかな、うん、そっち方面、うんうん、またはコンビニ飯、スーパー飯、特の手作り飯などな、わらわの手作り飯じゃと、うん、ほら、殿がうまい、すごくうまい、まずい、まずいよ、まずいよ、てか言わぬから、わらわはな、あまりこう食レポできなくなってしまうぞ。作りがいがないって言われてるんじゃないだいたい美味しいって言うしかないもん。また、ゲームとかな、この卓上でできるゲームとかな、将棋崩し2人だったら面白いかなとかな、将棋崩すのか。マイクこの辺置いてな、カチャッていったどうかみんな判断してもらう。あ、そうか、そうか、そうか。あ、言った言ったって。ツイキャス向きだな、そうなって。あ、そう、そうなんじゃ。判断してもらうのは。ライブがいいな。あ、そうじゃな。ツイキャスのあるものもみんなに楽しんでおってもらえて、うん、いや、ありがとうございます。嬉しいんだけど、うんうん。まあ、5月6日が過ぎると、その後どうなるかってところもあるよな。そうだな。うん、また緩和いたせば、まあ、うん。やってまいりましょう。はい。はい、というわけで、一緒にごちそうさまいたそう。はい。ごちそうさまでした。はい、よかったらまたぜひ高評価ボタンとチャンネル登録とコメントと全部よろしいですか。お願いいたします。ありがとうございます。いつもありがとうございます。うん、はい、それではまた。ごきげんよう。ごきげんよう。いつも徳姫チューブご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。高評価ボタンよろしゅうに。チャンネル登録はこちらから。その他の動画はこちらから。チャンネル登録よろしくに。